赤、緑、黄色、青、この4色だけ使います。あのオレンジとか紫とかそれ使わないでください。あのどういう時に使うのかって迷っちゃうので、常にこの4色だけを持ち歩くというふうにしてください。どうも、石井隆です。右脳を操る超暗記術後編に行ってみたいと思います。まあ、後編はね、まあ、4色の色分けの仕方を述べていきたいんですけれども、4色の色を使っていく。例えば蛍光ペンで言うと、赤、緑、黄色、青、この4色だけ使います。あのオレンジとか紫とかそれ使わないでください。あのどういう時に使うのかって迷っちゃうので、常にこの4色だけを持ち歩くというふうにしてください。まあ、家にもあった方がいいし、学校にもあった方がいいしとか、なんか持ち歩いてください、ね、あの常にやっぱり3本ずつは必要。これを覚えてる。なぜかというと、なくなった時ね、インクなくなったら勉強できなくなっちゃうんで、常にインクが切れていないっていうのはとても重要。だから、インクが切れたって言って、文房具屋さんに買いに行くとか、まあコンビニに買いに行くとか、そこの時間がもったいないので、常にね、余分に持っておくということがとても重要にはなっています。まあ、ダメな人っていうのはね、黄色い蛍光ペンだけ使うんですよね。黄色だけ使ってどうするっていう感じなんですけど、黄色だけ使うんじゃなくて、すでに4色を使っていくということが重要です。重要って言ってもさ、どう重要か分かんないじゃないですか、黄色だけだと。そこにやっぱり意味がないといけないので、右脳は色に反応するので、その色を4色常に使っていくということがとても重要です。で、じゃあどういうふうに、例えば重要度分けでね、この蛍光ペンを使うとどうするかっていうと、赤が最重要、緑が重要、黄色がまあまあ、青念のためとか。で、これってね、普段の勉強するときとか、スケジュール管理のときも使います。例えば、今日中にやらなければいけない超重要なこととか、もう今すぐやらなきゃいけない重要なこととか、今すぐやらなきゃいけないってことは赤。今日中にやろうって言ったら緑。明日以降でいいかなって言ったら黄色。いつかやるかっていうものは青にしとくとかね。こういうふうにしておいて、常に赤から順番にやっていくと、最速にで仕事が終わるようになります。勉強にしてもね、今日は何をやろうかなっていう時に最重要なものは赤にして、その次が緑でっていう風にしとくと、まあ赤、緑ぐらいが終わったらまあいいかなっていう感じになってくるんじゃないかなと思います。で、記憶の時にはどういう風に使うかっていうと、例えば、まあ英単語とかね、そういうものとか暗記している時に、見て0秒でわかる。ドッグと言われたら犬って0秒で変換できますよね。そういうものは赤。赤の英単語っていうことです。で、うろ覚え、ソサイエティ、何だったかな、あ、そっか、社会って意味だとか、そういうことをね、ちょっと考えてわかる。3秒くらい考えてわかるっていう。これが、まあ、うろ覚えというふうに言われるものです。このうろ覚えのものを見て0秒にしていった方がいいですよね。だから、負荷としては一番軽い。し、今すぐやるべきことは何かというと、うろ覚えのものを見て0秒にする。ここが一番こうね、簡単なところかな。で、黄色、これ分からないの。見たことはある。フィボナッチ数列。聞いたことある。見たことは聞いたことある。でも、何をさっぱり分からない。っていうものは黄色。そして青。これ見たことも聞いたことがないの。なんだろう。なんだろうね。見たことも聞いたこともないもの。フィボナッチ数列ぐらいか、これもね。フィボナッチ数列とか聞いたときに、なんかそれ、なんて言ってフィボナッチ数列ですか、フィボナッチ数列ですかとか、それわけわからない、見たことも聞いたこともないよっていうものは青にしておくと。で、勉強っていうのはこの4段階のものをこの3階層で分けて、3段階で分けていくっていう感じかな。いやいや、4段階に分かれたものを昇格していくっていう作業。見たことも聞いたこともないものをとりあえず見たことはあるよねっていう状態にする。で、とりあえず見たことはあるよねっていうことを覚えていく。で、覚えたけどすぐ0秒で取り出せないよねっていうものを0秒で取り出せるようにしていくっていうこの作業なんですよ。だから常に英単語っていうのはこの4種類に分かれられるということもあって、1分間英単語デラックスっていうアプリがあるので、その僕が出してるアプリとかだとこの4色に英単語を全部分けられるようになってます。まず、緑を赤に昇格するという作業から始めると一番成績上がります。労力少ないんで。で、その次に、黄色を緑にする作業、そして時間が余ったら青を黄色にしていく作業っていうことをやっていくとね、最速で成績が上がるというふうに思ってください。こうやってね、色ですぐ分かるようにする。で、これをね、ボックスにもします。ボックス、青いボックス、
黄色いボックス、緑のボックス、赤のボックスを作ります。でそこに覚えたものとか覚えようとしていることは、これまで見たことも聞いたことがないなと思ったら、青のボックスにとりあえず放り投げておく。で、見たことはあるけど分かんないなっていうものは黄色いボックス、うろ覚えのものは緑のボックスで、最終的に後のボックスがね、いっぱい満帆になっていくっていう状態が一番いいんじゃないかなと思っているので、ボックスも必要だし、あと付箋も必要ですね。付箋に関しても、この4種類を使ってやっていく。で、さらにこれを歴史とかにすると、歴史とかにするときもあれば英単語のときもあるんですけど、英単語の場合はじゃあどうやって4色に分けていくかというと、名詞は赤です。はい、名詞はとても重要なこともあって赤、名詞で、あ、これ名詞だ、この分からない名詞があると思ったら、その名詞に赤のマーカーを引く、蛍光ペンを引くとかっていうこともできますし、でイディオムとか動詞とかっていうのは緑、何がどうしたが一番重要ですからね。何がが一番重要です。その次にどうしたが重要です。でそれで、形容詞とかその他があったら黄色。で、副詞、接続詞とか構文。例えば、いと、いず、なんとか、ざっとだったら、いと、いずに、ブルーで引いて、ざっとにブルーで引く。とかすると、あ、これは構文なんだなということがわかります。はい、で、これを世界史とか日本史とかに応用するとどうなるかっていうと、人名、源頼朝とか織田信長とか、そういう重要な人名には赤でマーカーをしていく。で出来事事件に関しては緑で、全部関係ない、そうじゃないな、でもここ重要かなっていうところをアンダーラインしたりとかするときには黄色で、年号に関しては青にしていくっていうふうにして、でまずね、教科書とか配られた世界史の教科書とかね、色を塗りたいですよ。僕だったらまず色塗りに1日使いたい。1日使ってこれ全部色塗った方が次からすごい読みやすくなるんで、この色塗りっていう作業もね、僕はなんか4色にすでに分かれている日本史の教科書とかがあったら、もうぜひ学校で採用してほしいなと思うんですけど、未だにそれ出てないので、どこかのね、出版社さんが僕とコラボをしていただいて、4色にしていただけるととても助かります。とっても助かるんだけど、まだそういうふうに名乗りを上げていただける出版社がなくてですね、意外と出版社からの依頼って僕少ないんですよ、ね、少ないからもう自分で営業をかけてやってるみたいな状況がずっと続いてますけど、そんな感じでこの4つに分けていくっていうとてもいいですよね。で参考書を暗記しようっていう時もやっぱりなるべくね、こうやって分けてからやった方がいいし、特に歴史とかは、うん、あと白い紙に書いて覚えるっていう人がいるんですけど、それもあまり微妙だなと思っていて、まあ、やっちゃいけないとまでは言わないかもしれないけど、まあ、やんない方がいいかな、やったらもったいないかな。それよりもこれ僕が発明したものなんですけど、カラーマジックシートというふうに言います。でこのカラーマジックシート4色に分かれてるんですけど、この4色に分かれているもので、ここで赤のところに重要なことを書いたりとか、緑のところにその次のことを書いたりとかっていうこともできますし、でこれを、まあ、ちょっと印刷でお金がかかるっていう人はこれを1枚だけ用意してもらって、付箋を用意して付箋をこの4色のところに貼っていくっていうやり方もできたりします。このカラーマジックシートって僕が作ったんですけど、とてもよくできているので、使ってほしいなというふうに思ってます。僕の1スタディ JP っていうホームページがあるので、1分間勉強法で調べてもらえば分かるんですけど、この1分間勉強法の公式サイトから無料でダウンロードできるようになってますので、ぜひ無料でダウンロードして、常に、ね、1枚はカラーマジックシートを常に、ね、持っている状態じゃないと暗記はかどらないかなというふうに思ってます。意外とこの4色の付箋っていいですよ。赤、緑、黄色、青っていうね。でこの4色って本当に記憶にとっても、日常生活にとってもよくて、D ボタンってあるじゃないですか。 D ボタンって言っていいのかな、リモコンのボタンね、テレビのリモコンのボタンとかもこの4色になっているって、こういう配置になっているので、たまに赤、黄色ってなってるのあるかな。いや、多分この赤、緑、黄色、青だと思うんだけど、僕ずっとこの順番でやってるので、もうそれにね、準じているんじゃないかなというふうに思ってます。で、ボックスっていう話さっきしましたけど、すみません、このボックスもありますけど、クリアファイルっていうのもね、とてもいいので、4色のクリアファイル、
これも使っていただくと、付箋があってカラーマジックシートがあって、さらに、クリアファイルがあってボックスがあってとかになると、もうどん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 整理しやすくなっていくので、この4色っていうのをね、なんとかこう使って、ボックスなり段ボールなりっていうのを入れてほしいなと思いますね。まあ、なんか段ボールみたいなのどうしたんですか、なんか このぐらいの段ボールで4色になってるやつって意外と売ってますよ。でこれいっぱいになるはずがないと思うかもしれないですけど、すぐいっぱいになります、このやり方をすると。で勉強もすごくはかどるので、で普段はじゃあ日常生活どうするかっていうと、見たこともないわからないっていうのはなるべく家でやる、じっくり時間をとって、で普段持ち歩くのはこの緑、この緑の部分を持ち歩くと一番最速で成績が上がって、しかもそんなにないんですよ。それが緑がもう赤にいってももう二度と見ないやぐらいになるので、すごい勉強しやすいです。だから常にね、緑のものは持ち歩いて普段から勉強して目に入れていくっていうことをやると最速で成績が上がるし、自己肯定感もね上がっていくので、いいんじゃないかなというふうに思います。この4色を使って右脳的に記憶していくというやり方なので、ぜひこの右脳記憶法、この4色の使い方っていうのはぜひ覚えていただきたいなというふうに思います。チャンネル登録まだという方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。